日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、 問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。一番、うちで、 男の人と女の人が話しています。子供の誕生日の日に何をすることにしましたか来月、拓也の誕生日だね。今年で7歳になるね。誕生日どうする去年は食事に行ったけど。うん、あの子喜んでたね。 今年は本が欲しいって言ってたよ。うーん。誕生日、ちょうど日曜日よ。みんなで一緒にどこか出かけましょうよ。あ、あの子、動物が好きでしょ動物園がいいんじゃないそうだね。そうしよう。あ、でも、サッカーの試合を見に行くっていうのはサッカー、ずいぶん上手になってきたからね。私、サッカー、よくわからないから。 そうだね家族で楽しめるのがいいね子供の誕生日の日に何をすることにしましたか ?2 番。 男の人と女の人が話しています。男の人はどうして遅れましたか遅くなってごめん。遅い。映画もう始まったよ。また寝坊違うよ。急行電車に乗ったら、 次の駅まで行っちゃって、今日はせっかく早く起きたのに。もう、あんなに約束したのに、遅れないでって。本当は映画見たくなかったんでしょう。そんなことないよ。ごめん。本当にごめん。もう、約束忘れたのかと思ったよ。 男の人はどうして遅れましたか。三番。道で男の人と女の人が話しています。女の人が散歩を始めた理由は何ですか。女の人です。 本田さん、おはようございます。散歩ですかええ、鈴木さんもですかはい、引っ越してきた時に町のことを知りたくて始めました。本田さんは健康のためですかああ、健康のためではないんですけど、えー、っと、好きな歌手がこの町に住んでるって噂を聞いて、会えるかもって期待して歩き始めたんです。ああ、そうですか。 それで会えましたいえいえ、もう諦めました。でも散歩をするようになってから姿勢も良くなったし、花や木を近くで見られて季節を感じるようになりました。そうですか。確かに、この辺りは緑が多くて、一年中花や木が綺麗ですよね。女の人が、 散歩を始めた理由は何ですか ?4 番女の人がインタビューに答えています女の人はこの街の変化についてどう思っていますか このあたり、私が子供の頃は小さなお店しかなくて人も少なかったんですよ。でも、5年ほど前からおしゃれな店が増えてね、若い人がたくさん来るようになりました。その分、昔からの店はどんどんなくなってしまって、寂しがる年寄りもいますけど、私はいいと思うんですよ。 街に元気が出てきましたしね。でも、私はおしゃれな店なんか全然使わないんですけどね。女の人は、この街の変化について、どう思っていますか 5番男の人と女の人が話しています。女の人がペットに鳥を選んだ理由は何ですか伊藤さん、鳥を飼ってるんだってね。犬が好きだって聞いたことはあったけど。うん。私、出張が多いから。 犬や猫は難しくって。二三日留守にしても大丈夫なペットが良かったんだ。毎日散歩に連れて行くのも大変だしね。そう。鳥なら餌と水を入れておけば大丈夫だよね。散歩もいらないし。そうなんだ。よく知ってるね。僕も鳥を飼いたくて。色が綺麗だよね。その鳥は手に乗ったりするの手に乗ったりはしないんだけど、 最近はコミュニケーションが取れるような気がする。朝、かわいい声で挨拶みたいなのしてくれるようになったんだ。へえ、いいね。女の人がペットに鳥を選んだ理由は何ですか 6番。ラジオで市長がマラソン大会について話しています。市長はこの大会について一番知ってもらいたいことは何だと言っていますか来月、南市ではマラソン大会が開かれます。この大会は 子供から大人まで参加でき、楽しく走ることができます。また、たくさんの外国の方も参加しています。外国の方は観光で訪問し大会に出る方もいますが、この街に住み生活している方がほとんどです。この大会は言葉や文化の壁を越え、市民の皆さんが交流する機会にもなっていて、特に この点を皆さんに伝えたいと思います。これからも南市の方、国内、海外の観光客など、多くの方に興味を持っていただきたいです。市長はこの大会について、一番知ってもらいたいことは何だと言っていますか これで終了です。チャンネル登録して、次のモンさんも、チャレンジしてね。